はい、どうも、ジュリアスです。コールオブデューティーブラックオプスコールドウォーシーズン3やっていきましょう。今回新たに追加されたマップで、ディーゼル?ガソリンのディーゼルかな?なんかガソリンスタンドっぽいし。まあちょっと読み方はわからないんですけど、ミニマップがね、追加されて、まあミニマップといっても割と広いです。だから6対6モードでも出てくるんですけど、今ここにはね、フェイスオフモードで3対3の6人マッチが登場してるんで、これをね、ちょっとやっていきましょう。かなりね、入り組んだマップにはなってるんですけど、割と広くて面白いは面白いですね。結構砂が見やすいところもあったりするし、少人数ということで音が重要なんでね、忍者必須のマップとなってます。あとスライディングの音がでかすぎてそれもバレます。どこにいるか。私はね、ここのマップかなり気に入ってますね。6対6で早くやりたいなっていう感じで、なかなかね、クイックプレイでは出てこないんでね、まだ体感できてないんですけど、武器の方法はね、まあ、ペーペー車をまた使っていきましょうか。エミリエーターまでつけたんで、縦反動がね、なくなって。まあ、水平反動増えたんですけどね、そんなにわからないレベルですね。フォアグリップがもうめちゃくちゃ優秀。ていうか、これをつけなかったらもう暴発するっていう感じなんですね。まあ、スペツナズ、そんなにいいかって言うとね、やっぱり射撃中の移動速度30%減は痛いんで、スピードグリップもね、なんか、水平反動一緒だし、メリットないよなっていうような感じはしますね。ダッシュ時の3%アップだけだったら。だからフォアグリップで十分だと思います、これ。まあ、ドラムマガジンと、やっとここまで、スペツナズフィールドグリップまでたどり着きましたね。っていうような構成で。まあね、ちょっとね、サイト、まあ見やすいは見やすいんですけどね、マズルフラッシュがね、結構煙が出るんで撃ってると、そこを注意が必要ですね。暗いマップとかだとちょっと見にくくなるかな、あの光が。感じはあるんですけどね、ペーペー車はやっぱ強いんですけど、クリンコフと真正面で撃ちゃったらもう確実に負けます。やっぱ最強クリンコフと KSP にはね、キルタイムが遅いんで、そんなね、数値上は強くないんですけどね、謎の強さを誇ってるペーペー社です。ということでね、早速本編の方をご覧ください。どうぞ。さあ、新マップディーゼル。ディーゼルかな?ちょっと名前わかんないですけどね。ニューメキシコ州の。混み合った土地で3対3バトルですね。まあ、1回しかやってないんでね、マップ対して把握してないです。もう1人いたよな。敵を引きお、レ離しジ。ている。かなりね、6対6でも出るらしいですけどね、ここのマップは。うわ、いってー。スナイパーかい。うわ、危な。あら、もう。R3 がもう、めちゃくちゃなんか当たりやすくなってる。スライディングの音がね、すげえ聞こえるんですよ。やっぱ3人、6人しかいないからね。スナイパーだな。ラビットスナイパーだ。おい、危ない。なんかね、エイム設定っていうか感度をね、前回ミスっててシーズン3からずっと、なんか敵倒すの難しいな、敵が強いなと思ってたんですよね。そしたら感度設定をミスってたというのが発覚しました。来るな。いったー。くっ、ちょっと邪魔で乗り上げれなかった。これなんか人いる?お、いるな。6人だから全然人出会わねえぞ。音がしたぞ。あれ?こっち行けない。おお。
どこにいるのかと思ったら。びっくりした、味方だよ。お、あー、お、これ登れるんじゃないの。おお、絶対すなられる。フィールド前来いとこ。怖い怖い。一人すな、怖いよ。あ、味方のショットか。めちゃくちゃ撃ってるね。ナイスー。どこだ。なかなかね、3人にしては結構広いんですよね。6622モードでもね、オールジャンルに対応したマップというか。危ないよ、つけられてたよ。だからね、チーデスもね、出会いが少ないんで、ポイントがね、合計になる前に終わると思います。おー、ナイスー。びっくりした、味方だった、怖っ。危ない。一人スレッジハンマーと、あれ、実績解除を狙ってる人がいるのかな。おお、投げナイフの実績解除を狙ってるんでしょうね、きっと。近接と遠距離なんで。死なずに、うお、嘘でしょ。どんな視点で今撃ったの。いや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 、まあそうか。 ZRG に関してはかすれば勝ちですからね。どこかかすれば持っていけるっていう感じなんで、ああいう戦い方があるのか。勝利は近いぞ、ラングレーを喜ばせてやれ。え？おお、おー、ナイス。もうちょっとここにも仕掛けとこう。なんで。どこに当たったんすか。うふ、痴漢差で当たってる。肩やられたな。ナイス。やっぱね、スライディングの音がね、丸聞こえなんですよね。もうここはね、多分スライディングをするマップじゃないんで、すげえ静かやもん。お、あ、はははは、 R3 がもう。ミッションエリアを確保した。ちょっと全然戦ってね、まあ、いや、かなりね、小さい混み合ったマップでね、楽しいんですけどね、いかんせんね、ちょっと3人にしては広いかなっていう印象は受けるな。索敵しない。うわ、いた。危ねえ、ナイス。うわお、まだいた。向こうがリスになってんのかな、あそこ。危ねえ。ああ、ちょっと R3 のスティックがもうなんか感度が良すぎてやばい。いやー、怖かった。
ああ、単純にちまけたな。ターゲットの位置へ進む。私は裏を取って。遅れを取った。このままではダメだ。またこっちに湧くかな。どういう湧きしてんのやろな。お、なんか決まってる？すげえ足音でかいね。ナイス。勝利だ。おお。ナイスナイス。敵は警戒。いたい。あ、くそ、ちょっと上にぶれた。なんか狙ってた方が照準が言いやすいですね。タップ打ちやめた方がいいかもしれない。おい、出始めがねちょっとブレるんですよね今。ペーペー車、おお、危ねえ、壁抜きできた。よし、相手の位置が今痛いよな。オッケー。おお、いない。敵にフィールドマイクを破壊された。あら、やっぱ向こうに湧いてんな、リスが。奥行った。あ、ショットがすごい。あ、ショットがすごい全部こう。あー、やばい、やめて。味方に助けを求める。 Thank you。 え、後ろかいな。うー、違う敵と戦ってましたね。ん？ショットガン味方か？え？おお。いやー、ショットガン強いなこのマップ。向こうにいるぜきっと。ほりゃ。危な。おお、後ろった。気迫でしたね。たまにはこの上から乗って。全然見えません。あら。うお、怖え。くう。やばいね、巻き返されてるね。痛い。やめてください。あ、味方だ。やべ、後ろだ。おお。来るか？来ないな。フィールドマイクが反応してない。痛い。危ねえ、なんとか勝った。やっぱ強ポですね。ショットガンが強かったね。生存者を残さず片付けろ。はい、ということでディーゼルでした。まあ小さいマップなんでそんなに
戦い合わないんで、3対3の場合はね、こんな低いスコアになってしまいますけど、やっぱりね、あそこ音が重要ですね。めちゃくちゃ3人ずつやと静かなんで、忍者がないとね、かなり戦えないと思います、あのマップでは。あとスライディングも厳禁ですね。スライディングでめちゃくちゃ場所割れるんで。あとね、サプレッサーをつけた方がいいかな、あのマップに関しては。音がね、ものすごい重要すぎて、どこで撃ったかがね、もろバレなんで。やっぱ少人数ってこういうことなんだな。サーチに似てるっていう感じですね。いや、あの入り組んだマップね、私は結構好きですね。6対6モードでも出てくるみたいなんでね、そこで出てきたらまたやってみたいですね。ということでまた次回お会いしましょう。それではまた。